疲れちゃんさらったす。今日ですね、こちら郊外店エリポンクロス無銀金築ロイヤルってことでやっていきたいと思います。さあ、エリポンクロスですね。まあ今シーズンエリポン強いっていうので、まあ誰しも考えた出来じゃないでしょうか。まあ本当にエリポン立って、テスラ立てて圧着いたしてスケールスピのエリポン立てを繰り返すだけで、まあなんならクロス1回も出さなくてもワンチャン勝てるんじゃねえかっちゅうデッキですね。はい、ってことで圧着いはもうマスケでも多分余裕で強いです。うん。アーチャーは、際どいかもしんないけど、まあ余裕でマスケで戦えると思うので、まあぜひね、マスケでもちょっとやっていただきたいんですけど、本当にね、エリポングだけですね。シンプルです。よいしょ。さあ、で、今回の相手はスケバレウォールブレイカーはちょっと特殊ですね。うん。なんかスケバレとバレルとか、まあウォールブレイカーとバレルもまあないんですけど、まあこの組み合わせちょっとあんま見ないね。スケバレと、ね、ウォールブレイカー。しかも、マジ、ここ最近ね、弱いと、弱くて有名なマイティも入ってるんで、さあどうなんだろうっていうので。で、これ真ん中に寄せてあげると、マイティはもう潜っても全然もう、脆いんでね、この子。もう全然。さあ、潜っても、全然いいよっちゅう。さあ、で、圧着衣がもうただ強い。で、この間に、回転サイクルがね、圧着衣出てると崩れるので、カード出してあげるとエリポンがねめっちゃすぐ回ってくるよっていう。さあ、で今回の相手ディガーはねいんのかな。ディガーエリポンに当ててくるとちょっと嫌ですけどね。さあ、一旦テスラを置いて、あー、でディガーがスケバレになってる感じかな。もしかしたらディガーがスケバレなんてことがあるのか。いや、マイティもいたな。いや、ちょっとわかんないけど、まあ、一旦エリポン行きますね。てかもう本当にエリポンが、勝ち筋。っていうと、まあ、アチョクイもいるんであれですけど、なんかもう最近のクロスはね、なんだろうな、もうアチョクイが強すぎて、言っちゃうとマジで初めてクロスとか使う方でも使えるぐらい、アチョクイいるだけで強いですね。もう今のなんか防衛とかもう下手なのもう見逃してほしいんですけども。ガチで、アチョクイうまい。圧着衣やん。圧着衣なんですけど、マジ圧着衣、圧着衣なんですよね。もうクロスというか。あ、今回の相手のデッキあれっすね。もうディガーがないんで、エリポン置き毒っすね。一生いていいっすね。で、あとはもう守っていくと、多分後半マジで僕のターンっすね。で、圧着衣出して、回転サイクルちょっと上げていきたい。で、エリポン置いて、あー、このオールベーカーいやらしいな。よいしょ。さあ、これを繰り返していこう。さあ、潜られる。まあ、潜っても、この間に、よいしょ、カード回して、テスラ置いて、で、もう一回リポンかな。これしとくと、だんだん俺のターンが来ます。で、今だろっていう時に、もう仕掛ければいいだけなんで、僕は。もうそれまでね、マジで。あー、LSP ちょっと下手だな。一瞬持って、かな。まあ、マイティがどっちかに来るかも。さあ、リポン。で、ダメージがちょっとやばいなってなってき始めたら、もう私もね、仕掛けたいよねっちゅうサイクルですよね。いきますか。初登場、クロスボウ。まあ、クロスはこうやって使うんだぜっていう。わお。やばい。しゃばい。なんて、なんかやばい。あ、でも、ちょっと入りそう。まあ、ちょっと入るだけで、いいんですよ。こっからですね。マイティかな、これ。あ、デリバリーね。さあ、からの残ってるので、いや、もう置いていってね。これで相手も、アド的にもどんどん苦しいですから。さあ、いや、新兵隊来んのかな。お、おつおつおつ、竹取れてない。さあ、これはもう守れば勝ち。守れば勝ちということは、守れるので勝ちですね。オーケー。さあ、まあ、今回、まあ、相手がファイボがあってこれなので、本当に中型呪文がない相手だと、マジで、いじめっすね。なんだろうな、盤面に、テスラとクロスとエリボンが一生立っていくだけっていう、マジだな、こやこやの、何親戚。親戚のおじさんがもう、ね、クロスエリボン使いっていう、もう害悪ですよ。この街、建築野郎しかいねえっていうことで、マジ有名になりますよ。あの町に近づいちゃうか、あそこはもう一生建物建つんや言うて、もう地獄の町にねちょっとしていきましょう。
さあ、ということで、どんどんも公開で出して、回していっちゃいましょうか。回してもエリポンゲーですからね。さあ、アイスイズ。墓石ということは、もうトレンドです。遅延スケーラー。じゃない、ん?なんか、遅延スケーラーっぽいですね。そうなんで、まあ、テスラ立てとけば遅延スケーラー大抵きついんで、よいしょ。テスラ立てとく。アーチャクイとか出して、これはもう、待って、滝が悪い。ガチで滝が悪い。笑えないぐらい悪すぎる。見たい。さあ、これマジで3700ぐらいで抑えれましたね。スケラはマジでエレスピと打ったれば、本当にほぼ入らないぐらい。エレスピスキュットで完封ぶっちゃけできるので、まだダメージは痛いですね。さあ、でも、相性はいいと思いますね。このターン相手はマジスケラ打てないんで、絶対ポイズン打ってくるんですよ。まあ、ワンチャンファイボ?はい、ポイズン。さあ、なので、また次、アチャクイとテスラが無双するよねっていう。で、ただただ適当に回して、エリポン欲しいなエリポン欲しいなっていう、もう、エリポンがゼロ。で、テスラ立てといて、逆来たらアチャクイですね。はい。で、ここでもう一回、いや、ここちょっと悩むね。うん、エリポン置くか、アチャクイ出すかっていう。さあ、ここは、ベビドラ来たんで、そっち側にアチャクイ出すでしょ。でさ、攻めてきた。なので反対側に、まあ、ナイトとスケ。まあ、これだけあれば、ある程度止まりそう。あんなルッといらない。痛い。アイスイズが痛い。アイスイズめっちゃ強くね?ちょ、待って。アイスイズめっちゃ強いんだけど。あいつなんだ?あいつあんな強かったっけ?さあ、でも、これマジで、そのクロス通してしまえば勝ちなんで、もういっちゃいます。相手は、意外とこのクロス受けがきつかったりします。よいしょ。でさ、タル来ても拾いたい。拾って、いやもうめっちゃきついな、相手これ。で、なんだ?どうする?逆サイ攻めてくるか、これ。いやもうここでエリポン行く余裕があるっていう、やばすぎん。さあ、で、俺は一旦これ防衛に回る。で、ここに圧着にポイズンってくれたらもう捨てます。ああ、そういう感じか。やるね。さあ。アーチャクイ頼む。あとアーチャクイに乗って攻めたいですね。もうこんだけタワー残ってるとワンチャンいけるもんなんですよ。いやーめっちゃいいそれ。もう行くしかないんで、行くしかないんでね、ワイは行くしかない。スケーレスピあれば完封できます。完封します。スケーレスピでもうスケラ耐えるんでね。この間にクロスちゃ切りたい。LSPR、スケラー止まる。いや、めっちゃいい。耐えろ!耐えてくれ!耐えたら、俺の夢がつかめる。夢つかめる。OK、つかんだ。危ねえ。いや、ちょっとね、このクロスの不慣れなさがね、ちょっと出てるかもしんないんですけども、まあ、ほんとこれクロス慣れてる人とか、もう僕も多分、もう数センチとか、もっとね、綺麗な、美しい。エリポンクロスも見せれるかもしんない。さあ、もう時代はね、マイクラです。もう建築、誰がうまいかって話よね、本当にここ最近は。なんだろうな、クエイクが加砲されて、ああ、マジで、初手ぐらいマジで、一番強い。そう、クエイクが加砲されて、クエイクが強いから、施設が苦しいっていうので、やっぱクロス強化。とかこう破棄技法、まあ強化はないけど最近だといろいろ強化されてきたじゃないですか。なのに今回のね、まあ、調整もですけどおかしいんですよ。そのなんて言うんだろうな、他も一緒に上げたなら一緒に下げなきゃっていうね。クエイクが強いです、クロスボウの活躍の場がありませんとか言うて、クロス強化すんならじゃあクエイク加砲するならクロス8コスぐらいにして加砲してほしいんだよ俺からしたらよ。もう苦しいよ、クロスきつい、むずい、大変ですけども、マジでね、本当にそれはねすごい思います。僕ちょっとクロスが美味しい開業してるんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。まあアチャクイが強いのもあるんですけどね、多分普通のナイトアチャクロスとかは結構大変です。忙しいのは分かる。間違いなく
そのアチャクイのクロスがあのお化けなのは、まあ、間違いないんですけども、まあちょっとね、なんか暴れすぎてないっていう話よね最近。さあウッドもね合わせながら頑張ってほしいね。アーチャークイーンゲーでした。守りすぎですねこれ。ちょっとチェリポンゲーかったな。これでも皆さんお気づきでしょうか。なんかあーお願い残ってくれた。熱い、いや熱いテスラピコン、いやマジで強い、マジで強いなアーチャークイーンね。来た来た来た、もうフィーバータイムや。いや一回ちゃぎりたいけどな。ヤンハムズアップで頑張って処理をしようとしてる。いやここはやっぱおとなしくもう一回なんですよね。チキン。いやでも相手もさ、ヤナムザップ、もう一枚ヤナムザップができるんだこれ。なるほどね、新しいゴロを展開してくる。さすがにしてくるんだな。でここを溶かしたい。うちの LSP がね迎えに来てくれます、後から来たはずの。いやーガチで強いと思ってる。あ、メガコが危ない。あ、ヤクザイ。あ、でもこれ、勝利の方程式、揃いました。整いました。やってる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 。あー、嫌いますよね。っていうやつが最近楽しくて仕方がない、強い。いやー、マジでマイクロハマってる。いやー、間違えた間違えた間違えた。建築ロワイヤルね。そうです、こやこや、テスラクロスエリポン型。いやおもろいんだけどねマジで。これさあやっちゃいますよ、もう一度エリポン神相性来い。神相性欲しいなね。エリポンにもうどうしようもできない相手が来るとね幸せなんですよ。やばい、心が汚れてるどころじゃないマジでね、ドス黒い。いやでもそれがね、一枚。ああ、マジ打ち来ないか。LSP ゴーストはね、レアだね。どれぐらいレアかっていうと、むずいけど。なんかまともな例えが出てこねえけど。いや、レアですね。さあ、ああ、ロイちゃんだ。ライトニング？ディンディンディン。これ、アチャク出すとライトで巻き込まれるんで出さない方がいいですね。全然来ないね。いやもうここぐらいにちょっと出したくなっちゃうな。うんじゃないですねこれは。でここのアチャクイが場にいる間にエリポン回しちゃう。あーまあ、あー消えれたな今の。さからのエリポン、これ相手ライトなんでガチで、もうライトニング打った瞬間にクロスボッチャキっていくとロイジェイのコスト間に合わないんですよ。いやーもう置けなくなってるな、ごめんね。なんか。いや、もうすでにずる。いや、これさ、金ギドできるよな。まあ、ロイだからあんま関係ないけど、やんないよりはやっといた方がいいでしょ。これだってもう、なんか、エクゾディアリーチぐらい来てない。もう、ライト打った瞬間クロス立って終わりなんですよ、相手って。で、もうエリポンですね。第2のエリポン。なんなら第3のエリポン、アチャクイ。アチャクイにライトニング打つと、この瞬間ってロイコストたまんないんですよ。だからロイジェが間に合わないんですよね。はい、お疲れ様でした。タイヤリです。っていうので、いや、2倍タイム来たらちょっと話が違う。いや、ここはまあ防衛のライトニング使ってくれてもいいや。そんなコストがねえか。ウッドまで行って、いや、めっちゃいいウッディー。もう一回行っちゃう。おかわり。いや、ロイが、あー間に合うんかい、間に合うなよ今のは。もうで僕らのところでおとなしくエリポン来ます。でトリトン用にスケ出して、いやいいねいいねいいんじゃない。でも問題は相手のライトニング削って僕負けちゃうんで、シャシャれない、普通にタイブレイクがねちょっと弱いんですよ、ウッドなんで。いやでもこれは熱い、あータゲ取ったらマジで熱い。さあグッドゲーム、相手も察する。でここにライトニング打ったとしても結局ねテスラがニョキーとか出てきて、おかわりーおかわりクロス。で、ここにライトニング防衛すると、エリボン最、もう一周来ちゃう。チャイン。さあ、相手もにっこりです。
俺もにっこりしとこうか。あ、最近スタンプね集めるのが趣味でね、全部買ったんですよ。そうだからマジで簡単に手に入るあのやつはね全部持ってます。いやでここまで来たらマジいかにイモれるかみたいな。よし、さあ、あとウッドで僕勝つしかないんで、あの一回ねマジで別に煽りとかじゃないんですけど、マジで煽りとかじゃないんですよ。サムネ作らせてください。あちょっと待って、やばいやばいやばい、ちょっとあの自家製サムネここで。よしよしよし、相手嫌いましたね。いいやいいや、タワーとか言ってパワー中山筋肉レッツゴーオンゲイン。さあということでマジでエリポンえぐ、緊急加砲欲しいな。まあでもめっちゃ合ってるわけではないんですけどね、結局ディガーとかにやっぱ弱いからっていうのはあるんですけども、まあなんか理不尽ゲーですよねちょっと、うん、さあということでジャッキー食べちゃいたいな、なんかよろしく。さあまあとりあえず安定の、あー回していくか。いいね、かわいいゴブリン。いやマジスタンプさ全部手に入れたのはいいんだけど、もうどこに何があるのかが分かんないのと、もうこんだけあるのね、もうめくるのが手間。ガチでこんなことしてるとねもうピンチが来るんですよ。まあ、楽しいですけどねこんぐらいあると。まあでもなんか限定のなんかとか多分そういうのはね僕意外とちゃんと集めてなかったんで、限定系は全然ないです。うん、わかんねえ。今までの全部のスタンプを持ってたらどれぐらいなのかがねわかんないですね。あー、いた2発。いやーこれなガゴムレがいるんですよやつ。うん、本当にいた。でこれは、まあ、どっからどう見てもやばいじゃないですか。いやマジやばい、やばいんですけど、いやマジでやばい、お願い本当にマジ、え入りすぎ入りすぎ、わーマジでやばい、これ本気で思ってた100倍やばいです。ガチでガチやばいんですけど、ディガー来たら拾うし、ファイアブ来たらあっちか行くし、縦線か、いやーでファイアブか、くー渋いよお兄さん、お兄さん渋いって。いやでもこれで、いや待ってマジ渋い、なんであんなに入った。いやムートゴゴムでさ、ちょっと LSP が飛ばなかったんがダメだったんだなマジで。やっちマリオ久々に言った。エリポンは置いた方がいいですね、間違いなく。置いて世界を変えたい。まあ俺エリポンあのマジ相手のあれかディガの位置わかるからさ、よいしょ、痛すぎー、殴りすぎー。いやマジで強い、それ本気で強い、ファイブ来そう、いや本気で強いねそれ。あーマジで拾えねえの渋い。チャキります。いやムートと迫撃あるからな、こっから通すのはファイブウッドで耐えられての粘り敗北の香りがしてるので、圧着で世界を使います。圧着で世界をつかみたい、つかめません、ジジ。あームードカゴムレでワンパンっていう、なんだこれ、迫撃砲とクロスと全部加砲しろ、施設を全部加砲すれば解決です、間違いなく。お願いしますということでね、もうマジで本当にクララ攻撃スカンクロスとテスラと迫撃とあとゴレとダクネとあとなんだ、もうなんかいろいろと顔してください、お願いします。メガナイト大幅強化待ってます。お疲れちゃんでした、またね。